開幕戦が終わってからもまたバラバラの状態と、山中さんのアルテッタがですね、6台変えてしまうんですね。それだけで50万しますか。はっ、車の話、坂戸店のコーナーです。始まりました、ひろきさん。はい、はい、我々アヘッドジャパンレーシングチームですね、はい、全日本ラリーも開幕戦ね、終わってますけどね、はい、はい、終わりました、はい、我々はですね、今シーズンから、プジョーの208ラリー4からシコダ、ファビア、R5 にマシンをスイッチしたと、はい、いうことで、まあ、かなりね、話題になりました。話題になりました。ひろきさんのあの記事もね、皆さんからご好評という噂を記事、何の記事だっけ、金がね、聞いてますね。あ、ヤフーニュースとかに載ってますね、はい、あれですね、はいはいはい、というわけでだいぶ砕けて書いてますけどね、はいはい、でもね、みんなやっぱりこの車注目ね、まあ、サービスパークでもされてましたけども、そうですね、まあ見てもらえば分かるんですけど、買って、開幕戦前もこのバラバラの状態で、また、はい、開幕戦が終わってからもまたバラバラの状態と、はい、いう段階でもある程度差しはついてると思うんですけど、はい、まあ、古いんですよ、ものすごく。もう常にあの車、まあ、大体この R5 ラリー2車両って SS 全開距離、3000キロっていうのがね、あの大体その全て交換する一つの目安なんです、はい、部品、ショック株相場、はい、エンジン、ミッション、まあ、あるんですけど、うん、まあ、この車なんとですね、もう多分もうそろそろ5000キロ、6000キロ、お、そう、もうダブルスコアというところでですね、まあ、パーツも全然、マイレージ管理というか分からなかったらしいんですよ、前のチームでも、まあ、そんなもちろんうちらも分かるわけないじゃないですか、そうもらってきて、そうです、で、まあ、なので、まあ、とりあえず全部バラして、どこが、まあまあ、トラブルシューティング、トラブルになる前に正直あのトラブルシューティングを前もってやって、まあ、SS 中のメカニカルトラブルだけは避けようというところ で、ね、はい、まあ、自分たちもやってるんですけども、はい、まあ、見ての通り、まあ、ラリー4と比べるとですね、パーツ一つ一つが4倍以上ちょっと膨れ上がるんですけど、まあ、例えばこちらリアデフだけでですね、山中さんのアルテッタがですね、5、6台変えてしまうんですね。高いですね、はい、僕のアルテッタいくら計算か分かりませんけどもね、はい、まあ、これだけで車余裕で買えると、これだけで余裕で買えます、はい、まあ、言ってしまえばこれだけでだいたい新品で買うと350万、このリアデフだけで、リアデフだけで GR リアリス買えます、 GR リアリスのリアデフみたいな、はい感じですけど、まあまあそういった形で、まあ、これが、リアデフ後ろについてるデフですね、はい、でこれが、前についてる、まあ、ちょっとバラバラになってるんでちょっと分かんないですけど、ここにまあミッションがついて、これがフロントのまあミッションですね、はい、でデフがここに入ってるんですけど、うん、まあ、これも今全部バラバラにして、まあ、こんな感じで、うん、まあ、一つ一つの部品がですね、まあ、こういう形で組み込まれてるんですけども、まあ、いかんせん一個一個がね高いので、うん、まあ、ちょっと都度まあ、摩耗とかを見ながら、やっているというような状況ですね、まあ、どちらかというと、はい、レストア、はい、アップグレードというよりかはまずはレストア業ですね、はい、あのこれやばいですよね、これね、見えますかね、これもうオーバーマイレージなんで、これレイシャフトって言うんですよ、まあ、なんていうの、日本語で言うとインプットシャフトに当たるのかな、インプットシャフトなんですけど、この本当は波面がこういう摩耗の仕方、ピッチングコンって言うんですけど、まあ、こういう風になっていって最後これが欠けてミッションで中を回るとミッション全部壊すんですよね、これが暴れるわけですね、そう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 、欠けてね、で、まあ、ちなみにこれ引き取った時はあのミッションブローしてたんですけど、これはミッションブローしてない方から取ってきたやつで、ミッションブローしてるやつはこれがもう完全に破断して中でガリガリになってました、はい、はい、皆さんちなみにこれいくらだと思いますか。じゃん、中空です、このギアだけで、うん、ちなみにこれが、ね、リバースギア2速5速なんですよ、お、はい、の、まあ、レイシャフトなんですけど、これなんとお値段、37万円、今ならテレレーン、これだけでですよ皆さん、余裕でですね、あの1ヶ月の給料を大幅に上回るようなね、はい、感じで、ね、めちゃくちゃラリーマンのね、そう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 、ラリーマンの新井さんにとってはかなりしんどいんですけども、はい、例えばこれ全部セットでだいたい450万ぐらいですね、ここに並んであるやつだけで、だ結構いい値段します、なので本当に高いですね、これとかもこれだけで50万しますから、はあのトランスミッションのあのカムカクのやつで50万ぐらいするんで、まあ、本当にいろいろなものが高いというところであります。そう考えるとラリー4すごい良かったですね、リーズナブルで、そうですね、全然壊れないし早いし、でもこれ
作り見るとすごいですよね。もう常にこうなんか設計もなんかギチギチじゃないですか。もうまあレーシングカーですね。まあ言ってしまえば、ね、R5 ラリー2規定の車ってGT300 FIA の車なんで GT300 車両とほぼ同じで、一応コストキャップがあってだいたい32万ユーロだったかな、うんうんうん、なんでだいたい今のレートで言うと5000万ぐらいなんですけど、まあ本当にだとカーボンケプラー使ってたりだとか、まあ、バンパーもカーボンですし、まあ、こういったところも全部カーボンで作ってあって、もちろんエンジンも専用エンジン、一応ブロックとかは EA888 って言って、まあ、ゴルフについてる2リッターターボのエンジンをダウンサイジングして 1.6 リッターにしてるんですけど、まあ、ちょっとそういった形で、まあ、結構いろいろレーシングパーツがふんだんに使われているという形になります。すごいですね、本当にこうやってまじまじと見るとね、カーボンのパーツも対応されてるし、そうそう、ワンヒットでいくらになるんだよっていう感じですね、うん、あとねこの辺とかもね、まあ、ラリー4とかもそうでしょうけど、やっぱすぐにね、そうそうそう、いろんなことできるようになってますよね。だからセンサー類とかも基本的にラリー2の規定は、まあ、そのメーカーが持っているブロック、パーツを、まあ、一応使えるんですよ。だからエンジンブロックは例えばゴルフのこのエンジンブロック使って、カムはじゃあこっちのシロッコのカム使ってみたいな、いろいろミックスして使えるんですよね。だからそれがラリー2車両の特徴で、まあ、もちろんまあサスペンションなんか全部違いますけど、もうまあ専用設計ですね、まあ、ボディなんか正味、本当に中のピラーと中心部分しか使ってないですね。あとは全部ここら辺も全部専用設計なんで、サスペンションだけでも違いますし、サスペンション1個でだいたい80万ぐらいです。なんで、ああ、ね、まあ、4つ新品で合わせると、まあ、320万ぐらい。レーシングカーですか、ね、はい、まあ、そのぐらいしますけど、至る所にラリー4と比べるとやっぱり軽量化も含めてカーボンのパーツがすごい多用されてるなって思うわけですよ。見てくださいこれ、じゃん、これ超軽いですからね、これドア、まあ、要は WR カー、まあ、1世代2世代前ぐらいのワールドラリーカーのリストリクターがついてるバージョンだと思ってもらえればいいんですけど、うん、まあ、本当にリストリクター外してそのままやればワールドラリーカーになるんで、見てもらうと分かるんですけど、シーケンシャルシフターでサイドブレーキで、まあ、全てのコントロールユニットが中心にあって、まあ、本当に、まあ、ラリー車というか、まあ、ワールドラリーカーのレーシング車両ですね、ここまで来ると、はい、といった感じになっております。これもね、ドアもあれですよ皆さん、ガラスじゃないんですよ。ガラスじゃない、アクリルですからこれね、この穴はね、こだわりのタイムカーブとか、ね、あ、そうそうそう、出したりね、風が、まあ、夏場めちゃくちゃ暑いんで、まあ、結構その大事なんですけど、まあ、本当にこんな形で、まあ、そうですね、ここら辺は言って割とそんなラリー4と変わらないですけど、まあ、中の作りであったりだとかそこら辺は全部ちょっと変わってたりしますというところではあります。これもまたね、だいぶ降りてね、これリアのクロスメンバーですね、このぐらいごつい、まあ、もともと FF の車なんで、それを4駆にするためにも、まあ、全てここら辺も専用設計で、はい、作ってます。だから強度が必要なんで、めちゃくちゃ分厚いですよね、うん、こういうクロスメンバーを作って、厚いですね、はい、確かに、まあ、マイレージも結構まあ細かく管理されている、車両なので、そこら辺を細かくチェックしないと、まあ、メカニカルトラブルとかそういったところに繋がってきてしまうのかなというところで、はい、結構気にしなきゃいけない点がめちゃくちゃ多いのも、うん、まあ、この車の特徴ですかね。これが、まあ、まあ、コックピットなんですけど、まあ、ペダルから何から、まあ、ほぼほぼ全部が、専用の作りになっていましてですね、まあ、ステアリングとかも、まあ、ここでローンチコントロールであったりだとか、まあ、インジケーターであったりだとか、まあ、ハイビーム、ワッシャー、ホッシャー、ワイパー、まあ、全部ここで走ってる時に何かあってもここで全部できるようになっているのもこの車の特徴ですかね。はい、まあ、ここら辺は結構、まあ、ここに出たりとか、ここら辺はラリー4と特に変わらないかなと思うんですけど、まあ、ペダルは結構大きく違いますね。もう完全に専用のペダルなので、うん、はい、こういった形になっております、はい、ステアリングのところもここもう完全に固定化して、やっぱここで剛性出してるみたいな感じですね。そう、結構力が入るんで、やっぱ最近の車、うん、まあ、どのラリー車もそうですけど、結構ここで支えて、まあ、このコラム自体ももう完全に専用設計なので、うん、3点で押さえてあげてるっていうような形になりますね、はい、でもシンプルですよね、なんかね。そう、もの自体はすごいシンプルで、うん、結構まあまあまあこんな感じなんですよね、うん、というわけでどうでしたか。まあ動かない、バラバラの状態なんで、まあ、でも逆にこの状態
は見れないじゃないですか。まあ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 、普段ね、だってサービスパークに来てくださるね、ね、ファンの方はね、基本的に走る状態で置かれてるわけですから、なかなか見ることのない状態ではあると思いますよ。まあ、そうですね。まあ、日本で、ラリー2規定の車とラリー4規定の車があるのは多分アヘッドモーターサービスだけなので、皆さん今だったら2台同時に見えます ね、はい、ラリー3はちょっとないですけど、ラリー4とラリー2であれば、あの今工場の方にこんな感じで、メンテナンスしてますので、ぜひ皆さん機会があれば見に来てください。はい、でね、今シーズンね、開幕戦は惜しくも2位と、クソ2位でしたね、はい、悔しいですね。その今年はね、何としてもチャンピオンちょっと狙っていきたいなと思うので、はい、まあ、ちょっといろいろ直すことはありますけど、ぜひあの皆さん時間があればですね、はい、あのアヘッドモーターサービスでもいいですし、もちろんラリーの現場に来て応援していただけると、あの、はい、とても励みになります。なので引き続き、はい、熱いね、応援のほどよろしくお願いします。はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタンカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。